はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。まあ、それがですね、こちらのダイオードのパラメーター N、 エミッション係数というふうに呼ばれていますけども、まあ、これはですね、 VF の電圧を、まあ、基準の 0.7 あるいは 0.6 のですね、何倍にするのかみたいな要素になっているわけなんですね。まあ、説明が遅くなりましたけども、まあ、ここに書かれているモデルのパラメーターはこのダイオードのモデルなんですね。まあ、このダイオードは4つの要素しか規定していません。まあ、他は全部デフォルトということですね。まあ、それで先ほど説明しましたように、このエミッション係数を変えていくと、この両端の電圧が変わっていくということになるんですね。まあ、そこでここコメントになっているのを有効にします。まあ、こちらはですね、この N のパラメータ、これをですね、1から5までステップで可変していくという、まあ、そういうことですね。まあ、そして、まあ、その時のですね、一番初期の VF、つまりここですね、F のところの電圧を MEASE コマンドでログに記録するということをするわけですね。まあ、これでシミュレーションしてみたいと思います。まあ、このような結果になりますね。VF の値、どんどん変わっていってるのが分かりますね。一番上はほぼ 4V 近くまでいっているわけですね。まあ、この時ですね、この一番最初のスタートの電圧をこちらのファインドで VF という変数に記録をしているので、ログを見てみましょう。まあ、このように出ているわけですね。これをグラフにします。このようにですね、横方向エミッション係数 N、まあ、それに対してダイオードの両端の VF の電圧ということになりますので、カーソルでですね、このようにして電圧が、まあ、3.4V、 この 3.4V あたりのところのこの横方向の N の係数を見ればいいということになるわけですね。まあ、これグラフ、カーソルで読み取るというふうなことを、まあ、よくやるわけなんですけども、まあ、操作簡単でいいですよね。ただこのようにですね、明確に見たいところが分かっているとき、まあ、実はですね、このログのプロットに対しても MEASE コマンドが使えるんです。やり方は簡単なんですね。まあ、以前にですね、後から MEASE コマンドをファイルにして実行することもできますよってご説明した回があったんですけども、まあ、それをですね、ログのプロットにも適用するということなんですね。このようにですね、ファイル名、まあ、何でもいいんですけども、 .mease という名前で、まあ、何かファイルを作りましてですね、その中にこのように .mease というふうに書きまして、 N という変数に代入したい値というのは、まあ、見つけてくる。まあ、どこからかと言いますと、マイダイオードのパラメータ N、これは何かと言いますと、この横軸なんですね。これ右クリックしますと、ここ出てますね。この値ですね。このシンボルを、まあ、縦軸 VF が 3.4 の時、つまり 3.4V の時、まあ、その時のこの N の値を変数 N に取ってきてくださいっていうふうに記述をするわけですね。これを実行するにはですね、まずこのグラフを選択して、ファイルからこの execute-mease スクリプトを選んで、まあ、そして先ほどのですね、こちらですね、find-n-mease という先ほど見たファイルをですね、選択して開くというふうにしますとですね、このように N が 4.3912 というふうな形で見つかるわけですね。そして見つかった N をですね、ここに N イコール 4.39 というふうに記述するわけです。まあ、そしてこれコメントにしまして、これで実行をしますと、まあ、しっかりとですね、この電圧の一番最初がですね、3.399、まあ、3.4 というふうな形で求まるわけですね。
まあ、これでちゃんと電圧の設定ができたということですね。まあ、もう一つの見つけ方がありまして、まあ、それはこのダイオードのですね、基本式から求めてくるということですね。まあ、こちらコメントになっているところ、まあ、このように有効にしますね。まあ、少しこれ拡大してみましょうか。まあ、このようにですね、ダイオードの電圧電流式にはですね、電荷 Q とか飽和電流 IS とか、あるいはボルツマン定数 K、 そして絶対温度 T、 さらにですね、ダイオードの両端電圧、この場合目標の 3.4、まあ、そしてその時の電流、この場合 100mA なんていうパラメーターをですね、事前にセットしておきますと、 N がですね、このような式で求まるということになるわけですね。まあ、それはそもそもですね、ここに見えていますようにですね、ダイオードの基本式、これをですね、 N イコールに展開すると、まあ、こちらの式になるわけですね。まあ、これをシミュレーションすると、この N が求まるわけです。シミュレーションやってみましょう。ログを見ます。まあ、結果はですね、 4.425 というふうになってますね。まあ、先ほどの 4.39 からちょっとだけずれていますけども、ほぼ近い値求まってますね。まあ、これ先ほどのステップで追い込んで求めた数値と、まあ、ちょっとずれていますね。まあ、これ正直私もよくわからないんですけども、この 4.425 入れてもう一度シミュレーションして確認してみたいと思います。この最初の電圧を見ますと 3.42 ぐらいで、まあ、ちょっと増えましたけども、まあ、差して差はないようなレベルですね。まあ、ただですね、そもそもシミュレーター計算で動いているわけですから、まあ、この差がどこから来ているかということが重要な場合もあるわけですね。まあ、少し差があるということは心に留めておいていただきたいと思います。まあ、さて次はですね、こちらのシリーズ抵抗ですね。まあ、こちらは分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、こちらこの R1 の変数をですね、まあ、0.5 から10オームの間ステップで変化させてデータを見てみたいと思います。まあ、結果はこのようになりますね。こちらの出力 VO、 この下のグラフですね、もともとのこの VF は上のグラフで、まあ、もちろん変わらないわけですね。まあ、ですけども、こちらにシリーズ抵抗がありますので、この太陽電池のですね、電流とともに電圧が下がっていくこの傾きをですね、この R1 が示しているということになるわけですね。まあ、次はこの R2 ですね。この R2 を変化させるとどんなことが起こるかということをやってみたいと思います。まあ、結果はこのようになりましてですね、 R1 が同じなので、ここの傾きは同じですね。ところがこの R2 が変化しますと、まあ、このようにですね、この最後の落ちる部分での傾きが変わるみたいですね。拡大してみました。まあ、随分違う傾きになっていますね。まあ、これで太陽電池のですね、モデルの全ての要素を当たったわけです。まずこのダイオードがですね、この初期電圧を決めているということですね。まあ、そしてこちらの順次電流が流れて下がっていく電圧の変化は、このシリーズ抵抗が担っているということですね。そして最後にですね、こちら落ち込む時の傾き、この傾きがですね、この R2 で表されているということになりますね。まあ、元々のですね、太陽電池、光によって発生する電流源に対してこの3つの要素を加えることによって、まあ、このような電圧のカーブ、まあ、ここを電流少し見てみましょうか。まあ、このようにですね、直線上に電流が増えていった時の電圧のカーブ、まあ、それが表現できているというふうなことになるわけです。まあ、これでパラメーターの追い込み方が分かったわけですから、先ほど測定したデータをベースにですね、これらのパラメーターをチューニングしていって、測定値と同じモデルを作ってみましょうということになるわけです。まあ、それではですね、容量が分かったところで、早速実測値と合わせてモデルをチューニングしていきたいと思います。
まあ、こちらのですね、階層シート、低電流の測定ジグ、この中に押し込めました。右クリックでオープンスケマティック。この回路ですね、これを押し込んだわけですね。まあ、そしてですね、電流を計測するシャント 2.2 オームの状態にしまして、コンディションを合わせてシミュレーションをするわけですね。まあ、こちらのですね、オレンジのカーブがアナログディスカバリーで計測した電流のカーブ、そして黄色のカーブがですね、こちらのシミュレーション結果の電流のカーブ、まあ、初期位置違いますけどもね、スタートここですよね。ですからこの変化しているところではぴったり一致しています。まあ、そしてこちらのですね、太陽電池の出力の電圧、こちらが計測した電圧ですね。先ほど確認しましたように、こういう面白い形をしているわけですね。それに対して今このモデルはですね、この茶色のカーブ、全然違うカーブになっているわけですね。それはそうですよね。こちらのダイオードのエミッションケース、そしてこの抵抗2つもですね、まだ何もチューニングされていません。まずはこのエミッションケースですね、計測したデータのですね、一番ピークの電圧、これを見てみますね。まあ、このピークの電圧、カーソルで見てみますと 3.44V ですね。まあ、まずエミッションケースを求めるわけなんですけども、まあ、エミッションケースステップで追い込まなくて、まあ、直接式から求める方法が単純なので、こちらを使います。まず初期電圧 3.44V、 カーソルで読み取るとそうなってますね。まあ、そしてですね、最大電流、まあ、こちらのですね、このてっぺんの電流値ですね、157mm、まあ、その2つをセットして、温度を 25°C の条件で N を求めますと、こちらにですね、ちゃんと N は 4.41 というふうに出ているわけですね。まあ、次のステップはこの R にシリーズ抵抗を求めることですね。ここでパラメーターで 0.5 から2オームの間で振ってみたいと思います。まあ、このような形でですね、なんかこの赤い線の上をたどっているような線がありそうですね。拡大しました。まあ、このカーブでしょうかね。こちらの方でも大体一致してます。これこのカーソルで数字が出ている状態で右クリックしますと 1.5 というふうに出てきますね。まあ、それでこの R には 1.5 というふうにしまして、このステップをコメントにするわけですね。まあ、再度シミュレーションで確認します。まあ、どうでしょう、こんな感じですね。ここちょっと違うような感じもありますけども、まあ大体この上の方一致していますよね。拡大しますとこのような感じですね。まあ、次はこちらのパラレルの抵抗ですね。このパラレルの抵抗もこちらでステップで可変してみたいと思います。あまり変化がないので、少しここ拡大してみたいと思います。まあ、拡大しますとですね、なんか違いが出てきますよね。まあ、大きく変動していますので、もう少しステップの範囲狭めてみたいと思います。こちらのステップの範囲狭めたところのコマンドで、まあ、再度実行しますとですね、こんな感じですね。まあ、カーブ的にはこんなところかと思います。まあ、値は 1.4 キロですね。まあ、というわけでこの R1 は 1.4 キロということにします。改めて確認しますと、こんな形でまあまあ一致しているというふうな感じですね。まあ、このようにですね、ダイオード R1、R2、まあ、これを設定しますと、このように実測値にちゃんと合わせることができるということになったわけなんですけども、これを一つのモデルとしてファイルにしたいと思います。ファイルにしたものがこちらになります。こちらのシリアルの抵抗は 1.5 オーム、そしてこちらのパラレルの抵抗は4キロ、そして開放電圧は 3.44V で、
最大電流が157mA、こちらのダイオードの N、エミッション係数はですね、計算式をそのままこの中に埋め込んだというふうな形になりますね。まあ、そしてですね、こちらの電流源、そもそも太陽の光を浴びて電流に変換するところ、この入力にですね、太陽の光のように可変できるような電圧を入れられるようにします。まあ、そしてですね、それの最大値を1というふうにしまして、1の電圧が入ってくると、まあ、こちらにですね、この157mmの電流が発生させるような、そういったこのパラメーターをここに書くわけですね。まあ、ただしですね、その電流はですね、一部このパラレルの抵抗に取られてしまうわけですね。ですからその分この出力に全部出てこないという現象になりますので、このパラレルの抵抗に流れる部分のおおよその目安分だけこちらの元の電流を増やすということで、 0.8× こちらの流れるところの電流というふうな形で元々の電流に加算しているわけですね。これなぜ 0.8 がここにあるかというとですね、まあ、話は長々となるので簡単に言いますと、この太陽電池のですね、パワー曲線のピークの位置の電圧値が開放電圧の 0.8V になっているわけなんですね。つまり電圧がドロップし始める曲がり鼻の電圧なんですね。まあ、それが最大の 0.8 なので、まあ、そこからこの抵抗が決められるっていうふうに考えて、ここの抵抗を流れる電流の最大値は 0.8、まあ、VF 分の RSH というふうな形で加算しているわけですね。まあ、そしてシンボルはですね、まあ、こんなようなシンボルを作りまして、まあ、入力に太陽の光に相当する電圧を入れて、出力に電圧と電流が出るというふうな形ですね。まあ、もちろんこちらの入力の基準はですね、 1V を入れて 3.4V で 157mm の出力というのが基準ということですね。まあ、それでは出来上がったモデル早速確認してみましょう。まあ、こちらの測定回路は同じですね。そして比較するのはですね、2つに分割したパネル A の方で太陽光を当てた時、最大 157mm のモデルの時ですね。ですからこちらに太陽光に相当するところは 1V を入れるわけです。まあ、結果はこのようになりましてですね、先ほど確認した通りうまくいっていますね。まあ、次はですね、同じモデルでパネル B の方をやってみたいと思います。パネル B はですね、電流は 134mA だったので、157を基準にしますとですね、太陽光は 0.866 に減っているというふうに表現できるわけですね。まあ、ですからこちらの入力の電圧を 0.866 にした時、この出力はですね、パネル B と同じ出力が出てほしいわけですね。この下には B の出力データがあります。それではやってみましょう。このような形でですね、どうでしょう、しっかり一致していますよね。まあ、つまりこのモデルはですね、この入力の光源に対してうまく動作しているということになるわけですね。まあ、最後はですね、室内 10mA ぐらいのすごく小さなレベル、まあ、この時はどうでしょうということで、まあ、この場合はですね、光のレベルとして 0.07192 に減ったというふうな形で表現できるわけですね。まあ、このような形でですね、ちょっとだけズレが出てきましたですね。まあ、何しろですね、電流も今までの10分の1のレベルになっているわけですね。まあ、これぐらいの誤差はあるのかなっていうふうな気もしないでもないんですけども、まあ、この原因はですね、実は太陽光パネルのモデルとして先ほど抵抗でですね、シリーズの抵抗、パラレルの抵抗というふうに入れましたけども、まあ、この抵抗もですね、光の光量によって内部的には実は変化しているような、そういう値になっているわけなんですね。まあ、ですからここの傾きも少し違いますよね。もちろんここの傾きも少し違います。まあ、何より違うのはですね、ここの電圧の差ですね、初期電圧、これは
今まで説明してきましたようにですね、エミッション係数 N の差ですね、 N を求めた計算式、まあ、この式にはですね、まだちょっと足りないところがあるのかもしれません。まあ、というわけでですね、実際に太陽光パネル、太陽電池をですね、測定してそれに合わせたモデルを作ってみましたという回ですね。まあ、いろんなことが分かってきてですね、とても面白かったですよね。